太陽系の皆様、本日もお疲れ様です。あ、そしておはようございます。まだ午前中ですけどね。久しぶりに自分担当だったね、農業ハウス、自分のね農業ハウスに寄って、これでお母さんが植え付けたブロッコリーの様子を見に来ているところです。植えるのがだいぶ遅かったのでね、育ちはね今年は良くないです。まあ今はね桃栽培が主になってしまったので、まあしばらくしょうがないかなと思って。こう手前にあるのはねわさび菜ですけどね、こぼれ種で、出てきたものをね、たまに収穫して食べたりしています。それで、まあ、久しぶりに、ハウスに寄ったんですけど、またね僕が昔、1998年の、マイタウンというね県内のね月刊誌だったんだけど、これに僕がね2年間くらい掲載されて、取材を受けながらね掲載されたあの冊子があるんですけどね、久しぶりにまたこれなちょっと時間があったから眺めています。もうね若き日のね姿がねあるんだけど、この頃は髪の毛ももう染めてないし、またこの後染めたかな。緑色に髪の毛を染めたりなんかしてね昔ね。だけどこういうハーブティーとかね、そういうものの家庭でできる栽培方法とか、それでハーブのレモンバーメナとか、ステビア、これでミントを利用した、ハーブティーのね作り方みたいなことをね紹介したりしてね、まあ僕もね過去こんなことをやってたんだけど、今思い起こせばね、活気があったわけですけど、また僕も、新しい違うことで、活気をね取り戻そうかなと思っています。時代はねどんどん変わるんだけど、新しいことをねどんどん追求して楽しい社会がねまた作れればいいなと思って、自分たちの手で作っていかないと、何も変わらないしね。またねたまには過去を振り返ったりして、新しいね明日に向けて我々は頑張っていきましょう。とりあえず今日も一日頑張っていきましょう。本日も誠にお疲れ様です。